健康精神科の宮寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはピンクリボンキャンペーンについてです。このピンクリボンキャンペーンというのはどういったキャンペーンなんでしょうか。はい、ピンクリボンキャンペーンは乳がんの正しい知識を広めて乳がん検診の早期受診を推進することを目的として行われている啓発キャンペーンで、それに対するシンボルマークがピンクリボンです。はい、このキャンペーンはいつ行われるんですか。はい、特に10月をキャンペーン月間とされていまして、調布市でも10月を乳がん早期発見強化月間として PR をしています。10月が早期発見強化月間なんですね。まあ、乳がんが注目されるほど乳がんにかかる女性が増えているということですか。はい、乳がんは生活様式の変化に伴って年々日本でも増えています。現在日本人の女性の12人に1人がかかる病気となっていまして、毎年1万人以上の女性が亡くなっています。30代から50代の方の女性の死亡率のトップでもありますし、比較的若い世代の方に多くなっている傾向にあります。若い世代に身近な病気なんですね。はい、治療は大変なんでしょうか。はい、乳がんの治療と考えると大変なものを想像されるかもしれませんけれども、乳房の切除ですとか放射線治療、それはもちろんとても大切な大変な治療ではあるんですけれど、はい、早い段階で発見できますと自分の命を守るだけでなく、かかる負担も少なくて済みます。はい、その乳がんの特徴はどういうものなんでしょうか。はい、特徴は2つあります。まず1つ目は触ってわかるがんということです。よく聞かれる胃がん、大腸がん、子宮がんなんですけれど、自分でも触ってもわからないと思うんですが、乳がんの場合は自分で発見することができるがんなんですね。自己触診法というのを聞いたことがあるでしょうか。定期的に自分の乳房を触ってもらってしこりがないかどうかを確認してもらうものです。必ずしも硬いしこりががんというわけではないんですけれども、そのしこりの発見から早期治療につながっている方も少なからずいらっしゃいます。なるほど、自分で手軽に、そして定期的に確認ができるわけですね。2つ目の特徴は何でしょうか。はい、2つ目は乳がんの進行速度です。しこりが1センチの大きさになるのには8年かかるんですけれども、さらにもう1センチ大きくなるのにはたったの1年しかかからないんですね。はい、一度進行したがんは大きくなるのに時間がかからないんです。ですから小さいうちに発見して治療しておくということがとても大切になります。では乳がんを早期に発見するにはどうしたらいいんでしょうか。はい、40歳以上の方にはマンモグラフィー検査が有効です。マンモグラフィー検査は乳房のレントゲン検査で5ミリ程度の小さな乳がんを発見することが可能です。2センチ以下のがんは早期がんとされまして、乳房を温存した手術療法を選ぶ可能性も高くなりますし、治療の際の体の負担が軽くなります。では40歳未満の若い方はどうしたらいいんでしょうか。はい、若い方の場合は乳腺が発達しているためにマンモグラフィー検査はあまり有効ではないんですね。それほどそのために先ほど申し上げたような乳がんの特徴の一つでもあった触ってわかるがんということを利用して、乳房にしこりがないか異常はないかということを定期的に自己触診をしていただくことをお勧めしています。はい、その自己触診なんですけれども、具体的にどのようにチェックしたらよいんでしょうか。はい、お風呂に入るときにでもやっていただくとよろしいかと思うんですけれども、まず一つ目、視診、目でチェックをします。鏡に向かって両腕を上げたり下ろしたりした状態で、引きつれ、くぼみ、膨らみ、乳輪部の変化はないかを確認します。はい、二つ目、触診、触ってチェックです。3、4本の指を揃えて指の腹と肋骨で乳房を挟むように触ります。のの字を書くようにまんべんなく乳房全体を触ってチェックします。脇の下にもしこりがある場合もあるのでしっかり触ってください。また乳首もつまんで分泌物が出ないかをチェックしてください。はい、この自己触診法をしていて気になる症状を発見した場合は、市の検診を待たずに早めに医療機関で検査を受けいただくことをお勧めします。またこの触診法だけでしこりが触れないからといって安心というわけではありませんので、定期的な検診も合わせて行っていただければと思います。では乳がん検診を受けたい場合はどうしたらいいでしょうか。はい、市の乳がん検診は随時申し込みを受け付けています。40歳以上の女性の方を対象に視触診、マンモグラフィー検査を実施しています。費用は1500円で2年に1度の申し込みとなっております。詳細は毎月5日号の紙報をご覧ください。
乳がんについてさらに知りたくなったんですが、乳がんのことや自己触診について学べる教室はありますか？はい、自己触診法を学びたい方のために小グループを対象に出張でミニ講座も行いますので、ご希望の方は健康推進課までお問い合わせください。はい、ミニ講座では具体的にどのようなことをするんでしょうか？はい、乳房の模型を使いまして実際にしこりに触れたりですとか、自己触診法のデモンストレーションを行っております。健康推進課の保健師が市内どこでも出向いていきますので、何かの集まりの際にはお声掛けいただければと思います。また10月22日の木曜日午後2時から調布駅南口広場で乳がんキャンペーンを実施予定です。乳がんに関するチラシやリーフレット、ポケットティッシュなどのグッズを先着300セット配布する予定ですので、ぜひお立ち寄りください。ぜひこのピンクリボン月間に乳がんについて、またご自身ご家族の健康について考える機会にしていただければと思います。では次に申し込み制検診についてです。申し込み制検診というのはどのようなものなんでしょうか？はい、個別通知をしていない年代の方を対象として実施している、がん検診や歯周疾患検診のことを指します。今回申し込みを受け付けますのは胃がん、大腸がん、子宮がん、前立腺がん、歯周疾患検診です。はい、個別通知を行っていない前立腺がん検診は今年から年齢要件を緩和しましたので、今年度末時点の年齢が50から70歳の男性が対象になります。では申し込みと受診の方法について教えていただけますか？はい、はがきを健康推進課宛てにお送りいただくか、または健康推進課の窓口にお越しいただくことで申し込みができます。さらに今年度からインターネットによる申し込みも開始いたします。インターネットによる申請の場合はパソコンから都内の自治体で共同運営する東京電子自治体共同運営サービスのホームページにアクセスして申請をしてください。お電話でのお申し込みはできませんのでご注意ください。申し込み期間は11月16日が締め切りとなっております。詳しくは10月5日号の司法で検診の種類、対象、申し込み方法などをご確認ください。健康推進課の宮寺さんにお話を伺いました。